スーズ・ロバートソン、小島一さんをインスピレーションとして今回もまた始めました。同じような感じで求めていこうと思うんですけれども、前回分かったこととして、自分は内面を描こうとしてないということですね。時間をかけて内面と向き合いたかったっていうのがあります。でも時間をかけることと内面を向き合うことは僕の中でもイコールではないっていうところがあってですね、時間をかけて内面を見るっていうことを、何か分かってると、内面というものが何か分かってると時間をかけてみる、時間をかける、時間をかけるということはですね、非常に地上的なものですね。この時間、この地上の時間をかけてですね見るっていうことで、作品っていうのはもっと超然としてるんです。本当は時間なんてかからない、し、非常に抽象的で、時間を超越して、空間も超越しているもの、だと思うんですね。でそれをわざと時間と空間、をかけてですね、あとその対比ですね、コントラストっていうのも非常に抽象的なものなんですね。でそういうものでかっていうと、その2つに分かれてるからですね、分裂しているからなんですね。もっと超然としたものっていうのは完全に一つ、何者にも分かち難い一つであって、なおかつ同時に分かれているものなんだと思いますけれども、僕らができることというのはこの対比、コントラストのうちに、真実を見ていくことしかできないからですね。だからですね、内面をクリアに理解しているということで、内面が表に出てくる場合、絵の表に出てくる場合というのは、内面というものが何か分からない、その人にとって謎のものであって、何かこう憧れであるとかですね、内面に対してですね、内面的なものが、深いものが描きたいとかですね、でそういうものが僕には、クリアになっててですね、やっぱり絵と、ダイアローグで描いていくわけですから、そのモノローグで描いていった時に、それを自分が求めていたもの、つまりこの前言ったような既婚者ですね、既婚しているものに向かって、何か成果を上げていくといったようなことがあまり自分にはやはりないということがよく分かるんですけれども何か、絵とのやり取りでですね、そのやり取りができてしまうと、そこで、形を見出してしまうということがあるんですね。でそうじゃない場合、その絵とのダイアローグじゃなくて、個人的な一直線の場合に、その行き止まったところが、絵の表現になる人、そういう場合に僕のイメージしてたその内面っていうもの、自分と向き合う羽目になるところですね。でそれが表現になるということだったんだと思います。でそうですね、内面っていうのは何かっていうことなんですけど、その非常に抽象的な、内面っていうものを経験したことがない人、っていうのは結構たくさんいると思うんですけど、その内面ってのは何かっていうことなんですね。でその抽象的に捉えてる人、さっき言ったようにイメージとして捉えてる人、内面っていうものがこういうイメージであって、何か深い自分の内にあるもの、自分の内から来るものっていうような、漠然とした捉え方でも、それは非常に正確で合ってるんですね。非常にそのイメージは間違ってなくて、やっぱり直感的なところでそうなんですが、それはやはりもちろん概念的、そのイメージだけであってですね、概念的で一方向からのアングルの見方ですね。で
内面って何かってはっきり言ってしまえば、自分の心の奥底にこの前言ったように、その要するに神の御子が生まれるんですね。でそれが内面ですね。でその例え話と言ってもいいかもしれないですけれども、それ以上に正しい言葉があまり見つからないので言えないわけなんですけど、自分の内にですね、そういう神の御子というものが生まれて、でその生まれたところにおいて、自分が動くと、自分が動くと同時に神も動く、このような根底があるわけなんですね。でそれを冴えないようにおいて行われる、最も深いところ、自分の内において行われること、これが、これを一瞬でもですね、覗き見れたらですね、もう外のことなんてどうでもよくなるんですね。で暗い絵っていうのは外にイメージを持つんですね。で明るい絵っていうのは内に徹底的にイメージを引きこもるんですね。内に引きこもることによって、明晰な知性によって、物体、存在感、その外のものをあらわにするんですね。だから明るいんですね。外に求めるとどうしてもイメージに、ただの概念になってしまうから、その暗い絵が暗いんですね。何かこうもやがかっていたり、情念であったり感情であったり、そういうものによって絵を描いていくようなことになる、その一見内面的に見える絵でも、深いなと思うような絵でも、そういうただのイメージだったりするわけですね。本当の深いもの、本当の深いイメージっていうのは、自分の想像しているイメージよりもさらに一層深いものなんですね。でそれはどうやって生まれるかっていったら、やっぱり自分を乗り越えるしかないわけなんです。で自分を乗り越えるって言ったら、どうやって乗り越えるのかって言ったら、自分が死んだ後、自分が死ぬしかないんですね。自分が死んだ時に初めて自分っていうものから離れて、さらなるイメージっていうものが、自分で、見る意思があればですね、見れてくるっていうことですよね。でそれが本当の内面的イメージだと思うんですが、それは要するに自分っていうものの丸々の否定であってですね、自分を丸々否定すると、もう見る気が本当はなくなるんですね。で見る気がなくなるけれども、まだ絵は続いているというようなことで、絵だからできると思うんですけど、これが現実であればなかなかできないことだと思うんですが、絵はどうしてもこう形が残るし、自分が見れなくなっても絵は続くわけですから、そうした時に、絵が見せてくれるものですね。それが内面ですよね。でそういう領域を求めてるんですね。だからですね、そのつまり最初に言った、その自分の中に神の御子が生まれ、それが、働き始める時というのはですね、その自分が死ぬ、死んだ時に、なお生きられる理由ですね、なお生きられる理由というものがですね、自分の内ではなくて、これまたパラドックス的な言い方ですけど、その外部にあるんですね。自分の生きる理由がですね、自分ではなくて、外から来るもの、死してなお生きる感じなんですね。でそれがですね、宗教的な領域だと思うんですけれども、みんなが体験しなきゃいけない領域なんですね。でみんなそうなるんですね。自分が、見れなくなった時に、どこに価値を置けば生きられるのかっていうことなんですね。でこれ頭で考えることではなくて、必死の、工程なんですよ。で絶対そういう乗り越えられない壁っていうのが、どんな概念持ってる人でも現れるんですね。でそれは自分が死ぬことを直感して、それ以上いくと自分が、亡くなる、
意味がなくなるっていうのがよく分かっているということなんです。でもそういうところを超えていく理由、宗教性を持たないと、絵画っていうものは内面性を持たないということなんですね。でこの内面性っていうものがこのように、まあ、明るみに出ている、自分にとってか内面性っていうのはこういうものだということが明るみに出ている時にですね、時間はあんまりかからないんですね。死ぬのに時間はそんなにかからない。でまた死に場所も見つけるのもそんなに時間はかからないということになるわけなんです。だからですね、時間がかかるということはなかなか死ねないということなんですね。そういうことが描いていくときにですね、諸書にもう組み込まれていく、技術として組み込まれていくんですね。つまり物理的に長く書かない、長く書いてそういうものを求めたいときは、わざとうまくいかないように書いて、長い時間をわざと稼ぐというようなことも必要になってくるのかなと思ったりするんですが、自分の場合はですね、やっぱりその内面性っていうものに時間がかからない、時間をかけれないんですね。でその内面性自体が現れてくる結果として、その自分がその壁に当たってですね、それが、身体性で表現になっていくということであれば一番いいんですが、一筆一筆の中にもその最初から終わりまでが組み込まれていってしまうとですね、絵画はどんどんこう、一つの小話、例え話、短いお話になっていく。でその短いお話の中にですね、1から10までが含まれてしまうんですね。全部見えてくるということですね。だからですね、絵画のマチエルの厚みとかっていうものがですね、最初にインスピレーションを持ったスズ・ロバートソンだとか、小島裕司さんだとかですね、そういうそのマチエルの厚みっていうものがですね、身体性そのものなんですけれども、例えばそれが分厚いだけではなくて薄い場合もあるんですね。薄い絵の具の厚みが薄くてもそこに精神性っていうものが、重なる場合が非常にある。でそれはまあ例えばスーズ・ロバートソンに行ったゴッホとかもそうなんですけど、ゴッホなんていうのも、作品の中には非常に手数が少ないのもあります。まあでも彼の場合は午前中に2枚、午後に2枚とかですね、すごい多作ですから、そういう作品もあるけれども、それは途中で放棄したわけではなくて、やはりその中に、内面を見たんですね。で内面を見た場合にそれがそこでもう完成してしまうということなんですけれども、だからですね、その内面を見て手を動かしている時の喜びですね、でその正確さ、非常にデッサンが合っているその正確さの時にですね、ゴッホは手を止めてるんですね。でそれを例えばまあ狂人とか、その頭がおかしかったとかいうことは、その絵の外のことなんですね。絵の内にある時はですね、非常に聡明であってですね、もうほとんど神に等しい行作、創造の過程を踏んでるわけなんですね。だからですね、そこで得られるものを、みんなにシェアしていくということの喜びも、ゴッホにはあったんですが、まあその絵を見せてもですね、ほとんどの人は、これがお前の見えてる世界かというわけなんですね。でもゴッホはまあそういうことはもうよく自明のことをよく分かってるし、自分の見た世界っていうものをですね、人にそう簡単に伝わるとは思ってもいないですしね。でまあそれを伝わることを望んではいましたと思うにいたとは思うんですが、なかなかまあそれは叶わないことなんだということもよく分かっていたと思います。でまあそういう感じでですね、そのゴッホとスズ・ロバートソンの違い、
であったりとか、その現代の結構マチルの分厚い、その思いのこもったですね絵を描く人たちであったりとか、そういうことを、の中で見えてくるものっていうのが、そうですね、その簡単に言えばですね、盲目具合によって、厚みの増してくるマチエル、その体重と同じぐらいですね、盲目具合にあの厚みが増してくるマチエルっていうのがあって、でそれとは逆にその死に切ることによってですね、死に切ることによってマチエルが軽くなっていく、そういう矛盾、2つの矛盾したあの工程があるんですね。要するに1から10までいってしまえばそこで切れるわけなんですね。で切れないからあのマチエルが分厚くなってくる、でもそれを例えば身体性と受け取って、あのマチエルの分厚くなったものを身体性と受け取る、自分の生きた工程を、旗から見るわけですね。身体性と受け取るということは、自分がこういうふうに見てきて、こういうふうに迷ってきて、こういうふうに分からなかったということを、旗から見ることによって、それが一つの絵の形になっていることに気づくと。でそうした時にあのそれを、もう一人の自分が捉える、でそれを愛してあげるということが、つまり、心の奥底にですね、自分の一番の根底にですね、神の御子が生まれるということなんですね。それが身体性、昔はそういう言葉であの、父なる神が自分の心の奥の奥、一番奥、魂の最奥部に、御子を生むということが内面ということであると、1200年代はそう言っていました。でそれが内面性ということなんですね。でそれがまあ言葉っていうものが、時代を超えてくると、まあ、表面だけになって、あ内面っていうのはこう自分の中の思いなのかなとか、イメージになっちゃうわけなんですね。だからまあ本当はそういうことなんですね。自分の中でその最奥部でその神の御子が生まれ、でそれが死してなお生きる、糧に、なるんですね。自分の代わりに、要するに死んでくれるわけです。で、その死んでもなおやっぱり神は神ですからね、死んでもまた生きてるわけですね。でまあ復活ですね、それが簡単に今世に言う復活、普通の俗に言う復活で、それをまたあの、死んだ体をですね、自分の死んだ体、自分の身体性ですからね、自分の代わりに死んだ、その身体性を、見ることができるんですね。でつまりそれを見るということは、それに要するにその土くれ、何の価値もないあの重たいただの肉塊にですね、あの価値を見出せるようになる、あの命を吹き込まれるわけですね。だから今までやったその自分の身体性というものに価値が生まれるんですね。で価値っていうのは、まあ、何回も前も言ったと思うんですけど、絶対性との関わりの中でしか生まれない、相対性、相対的なものの中では価値っていうものは、存在しないですね。要するにその自分の瀕死の状態、もう何も見えないような状態を、助けてもらう、わけなんですね。そうすることによって質感が生まれる。で要するに質感というのはその人の身体性ですね。物の質感、ざらつきとか手触りとかっていう簡単な意味もあるとは思いますけれども、それではなくて、身体性っていうのは、その人のすべて、その人のすべてが否定された時に一瞬で肯定される、まあ、いわゆる人間にとっては愛と捉えられるものなんですね。愛を感じる、要するに自分
が全てあのダメな自分、何の役にも立たない自分の、自分が包まれて支えられる、でそこに命が吹き込まれる。だからですね、自分が、やった感があるんですね。自分が全然ダメだけれども、それが、世界の全てになるんですね。だから自分が生まれてこなかった、自分がこうしてこなかったらこの世界はないような世界、要するに自分が、そこで助けられた時に初めてあの世界が生まれる、それはもうあの、その人個人の中でも何回も起こることですけど、みんなのうちでも何回も起こる。つまりその何回も世界が最初から最後まで誕生してはなくなるわけなんですね。はるか昔に何億年前にこの世界が誕生して、また何億年後になくなるとかって、まあ、時間的に普通に言えば言えると思いますが、この瞬間瞬間何度も、僕らの最奥部魂の中の一番奥底にはですね、神の御子が生まれて、またあの、何度も生まれて、それが神のうちにまた生み返されるわけなんですね。でその何度も何度も、世界が誕生するわけなんです。だからですね、あのこういうことが、まあ、あの内面というものを相手にして、あの絵を描いていく、何かものを作っていくということで、そこで見たものをシェアしたりとかですね、あのそこで拾ってきたもの、それそのものではないですけれども、違った形であの人にその気づかせる、あの何かあるんではないかと、大切なものがあの社会以外に何かあるんではないかということをあの直感させることができるというような影響を与えるということが、まあ、目的なんですね。でまあ、自分自身は絵を描くこと自体がやはりどうやっても楽しいわけです。その苦しみも交えですね、自分はあの、うまくいってる時は普通に楽しいけれども、うまくいかない時はなお楽しいことがそこにあるんだという思いが絶対にあるんですね。まあ、だからそうやって絵を描いていって、あの何かこう自分も知らない、絵肌であったりとかですね、形であったり、その力、内面の力っていうものをですね、絵の表面で表現したい、表現になってほしいというのがあって描いていくんです。だからその、ね、そのインスピレーションをですね、普通に言えばインスピレーションをですね、生み返すということが一体どういうことなのかっていうことを、もっともっとあの身体性を持って追求していきたい。でもこれはあの成果として目に見えて出てくるものではなくて、例えば多分その後であの結果としてね、あの後で気づくというか、あこれはこういうことだったのかなと気づくというようなことにはなると思うんですが、thank you.
Thank you.